馬鹿光一は中国四川省アバチベット族チャン族自治州中部に位置する研究士。東にはシャコ山がありその向こうは利県である。統計101度17分から102度41分、北緯31度35分から32度24分の範囲に広がる。市の中心部のバルカムはアバチベット族チャン族自治州の人民政府の所在地でもあり、 四川省西部の交通と交易の中心地でもある。地の人口はチベット人が中心。この地の人々は、チベットビルマゴ派の強語系の言語、ギャロン語の方言の一種、四土話を話す。ギャロンとは、チベットの四大生産の一つムルド山を取り巻く、オンワナ大トカの共国地帯に住む人々を指し、チベット人よりも共族に近い人々である。馬し河野町馬しか氏は、 チベット高原の東部辺園の鉱山峡谷地帯にあり、面積の65%を高原が35%を鉱山と峡谷が占める。主な河川には馬鹿、鉱の町があるひま川の他に足利や死川、茶穂が、大金河などがあり、地域内を縦横に流れ深い峡谷をなし、すべて長江の大きな支流である大都下水系に属する。夏は涼しく冬は寒く。 四季ははっきりとしている。年平均降水量は753ミ、mm、リメートルで、年平均気温は8.6度。韓北鳥村中華人民共和国の建国以前、馬鹿康氏は、拓か月、火、磨く、松見影、等という四つの都市が管轄する地域であり、このため、四度、四都地区と呼ばれた。馬鹿、安氏とは、当地の寺病の名に由来し、 高価の旺盛な地を意味する。1953年に、馬鹿、神弁寺所が置かれ、1955年に、馬鹿、高県となった。2015年10月に県が廃止され、市となった。克月都市関西は、全国重点文物保護単位に指定されている、大きな木造建築で、都市の関西のうち現存する数少ないものである。 拓勝元の土師が住んできた立派なキャロン人の建築物で他の土師らとの戦争に備え要塞も兼ねていた。拓勝元の最後の土師である作官 A は調整でこの地を通った毛沢東野州恩来ら中国共産党軍の面々をもてなさせ住ませている。放置されていた関西は1980年代に外国人記者により価値を再発見され修復された。 自家派村には村民たちが敵の襲来に備えて建てた石の牢格である牢が立つ。農業と林業がこの地方の中心的産業。チベットでよく食される大麦の一種でベータグルカンの豊富な青、及び小麦などが栽培される。馬鹿、高地方は漢方やチベット医学の薬草が豊富で、狂活、霊子、冬衷夏草。 バイモ他戦300種類以上の薬草が採集され、四川西部の薬産の異名を持つ。林業ではクス杉木、カバノキなどが多く、松茸も採集される。また牧畜業も盛んで、牛や羊の皮を使った製品も製造される。中華人民共和国の行政区分を参照し政府は馬鹿、高鎮にある。高速道路国道。ありがとうございます。